はい、カレーマリア、カレーマニアユッキーです。今回は、カレー職人のインド風カレー、チキンバターマサラの辛口ですね。はい、こちらは値段が100円。で、1人前が 170g と若干少なめです。トマトとバターのコクを効かせ、ガラムマサラを加えて仕上げたインド料理で人気のチキンカレーです。このカレーはとろみを弱めに仕上げています。ソースの中の黒い粒は、粗挽き黒胡椒です。だそうです。うん、確かにかなり、ね、水みたいですね。ほとんど水です、これ。とろっとろ。では、いただきたいと思います。いただきまーす。ん？あー、うん。薄いな。なんかスープカレーみたい。コクがない。なんだこれ。コクがないカレーみたいな。本当に。これがインド風なのか全然わかんない。インドカレー食ったことないからな。辛口なのにまあ全然辛くないですね。うん。まあうまいはうまいんだけど。なんかあっさり。あっさりしてるな。うん。インドってスープカレーが主流なの？インド風カレーって書いてある。わからん。もう、あれですね。水みたいな、液状のカレーで、なおかつこう、水っぽい。味が。非常に水っぽい。微妙だな。もっと濃厚なやつがいいな。とろみのある。なんか、でも味自体は美味しいんだけどさ、うん、味はうまいんだけどさ、なんか、
このシャバシャバしたこのスープカレーってあんまり、もうちょっとだと辛み欲しかったですね。辛みね、全然辛くないですね。インドカレーだったらもっと辛いんじゃない、まあ食ったことないかわかんない。微妙っすね。まあ三つ星だね。ご視聴ありがとうございました。